こんにちは。ただいま中央読解に乗車しており、まもなく列車は立川に着きます。この立川駅で進行方向左手側 E493 系の姿が映っています。今回はこちらの電車を紹介したいと思います。普通電車には乗れませんので、この電車には乗れませんのでこの外観だけご紹介させていただくこととなります。よろしくお願いいたします。ただいま2021年の5月の17日から、何日間行われるかは分かりませんが、ただいま中央本線で試乗試験というものをやっています。この電車はなぜ開発されたかというと、この電車はもともと EF64 の長岡運転所に所属する確か3つぐらいの機関車だったと思いますが、その3つの機関車は死神と呼ばれています。なぜ死神と呼ばれているかというと、この、首都圏やまた地方で活躍をしている一般的な通勤電車、また特急列車などそういうものをですね、引退した後スクラップにするわけですが、そのスクラップ工場まで持っていくためのいわば墓場送りの機関車として長らく活躍をしてきたもので、またそれ以外にも、新しくデビューをした電車をその通勤のですね、所属区まで持っていくためのそういう役割をしていた機関車があったんですが、それを今回この電車で置き換えようという話になっています。なのでこの通勤型電車と普通に連結ができるように、密着連結機と自動連結機、機関車側と電車側の2つの連結機を2つ持っているとても特殊な車両として製造されたものです。ですがまだデビューして間もないため試験段階に置かれている状況であり、今回は EF64-37号機という機関車をこの先頭にくっついている E493 系が引っ張るような形で重量の牽引試験を行っている最中だったのです。今回はたまたま立川駅で停車時間が長かったですから出くわすことができ、こういうふうに撮影することに成功したわけです。ですがすぐに発車してしまいます。たくさんの鉄道マニアに見送られながら、この普通列車と普通列車の合間を縫ってこういうふうな試験が行われているのです。これから活躍をしていく E493 系の活動に期待したいと思います。そして EF64-37号機も1回は引退が噂されたような珍しい機関車ですから、こういうふうな写真も撮影できてとても良かった撮影になりました。ご視聴ありがとうございました。